アフリカニシキヘビは、ニシキヘビかニシキヘビ族に分類されるヘビである。かつて、ナタールニシキヘビは、本種の亜種として扱われていたが、ブロードリーにより、頭部の鱗や、同じく頭部の模様などの身体的な特徴の違いに、基づいて独立した種とされた。従って、本種の分布域に含まれておらず、代わりに、ナタールニシキヘビの分布域には含まれている。 南アフリカなどに関する1999年以前のバイソン世イについての言及は実際にはナタールニシキヘビを扱ったものである可能性が存在するということに留意されたい。アフリカニシキヘビを含むニシキヘビ科の種はインドニシキヘビを除き全体がワシントン条約の付属書通に記載されており取引には一定の制限が設けられ得る。また日本においては 特定動物とされている。種商名セバイは、リンネ以前に、ジチョ士ソーラスで、初めて本種を記録した、博物学者アルベルトゥスセバにちなんだものである。アフリカニシキヘビは、サハラ砂漠以南のアフリカ大陸、具体的には、アンゴラ、ウガンガ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニア,ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、 コンゴ民主共和国、シエラレオネ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マリ、モーリタニア、リベリア、ルワンダで見られる。分布域の西原はセネガル、東原はエチオピア、南原はコンゴで、南西原はアンゴラである。ケニアの場合。 海面から高度2200メートルの地帯で天然の水源のあるところであれば全道に見られる。なお、ナタールニシキヘビの分布域はアンゴラ南部、ケニア中央部、コンゴ民主共和国の南東部及び東部、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、ナミビアの南部から北部、ブルンジ、ボツワナ、南アフリカ共和国、モザンビークである。また、アフリカニシキヘビは、 人の干渉によりアメリカが州国フロリダ州でも見られるが、ここでは飼育下で確認されているような本種とビルマニ式蛇ヘビとの交雑が野生でも起こる可能性が存在する。サバンナや半砂漠だけでなく、熱帯雨林や沼地、湖、河川といった水のある植林地にも生息し、哺乳類の掘った穴を隠れ家にする。全長は四百から百五十センチメートルで、アフリカでは、 最大のヘビである。非公式には、現在のコートジボワールで1932年に980センチメートルの個体が捕獲されたという情報もある。最初は、本種の足とされていたナタール二色ヘビとは似ているが、アフリカ二色ヘビにはより大きな縦状の鱗が頭頂部に見られるなどの違いがある。基本的に背面は、薄めの茶色の地に焦げ茶色のシミが不規則に見られる。 柄であり、シミの縁は、黄土色である。頭部には、はっきりした屋型の模様が認められる。毒はない熱を感知する穴を唇に有するが、そもそもヘビのピット機関の研究は、アフリカ二色ヘビの熱刺激に対する反応の実験を、きっかけの一つとして発展したものである。夜もしくは日の入り日の出前に、陸上や水場、樹上で活動する。 水場の浅いところに潜み、水を飲みに来た警戒心の薄い動物を待ち伏せして襲う。植生は動物食で若いうちは小型の哺乳類や鳥類、トカゲやカエルを襲うが大人になると小型の霊養や大きめの鳥も襲って丸飲みにすることができるようになる。オオトカゲ、飼われている犬、ヤギ、イノシシ、インパラなど中型の霊養、ヤマアラシ、ワニ、 時にハイエナ、人を襲った例も記録されているが、大型の生物を襲った後は、無防備な状態であり、この時は逆に野生の犬類やハイエナ、人に殺されやすくなる。ヒョウやハイエナに捕食された例もあり、ライオンやナイルワには、幼獣器は、本種の捕食対象だが、生態になると、本種の天敵となる。アフリカ二色蛇は2年以上餌を取らず絶食しても、生きることが可能で、 スウィーニーで2年と9ヶ月、またピットマンでは3年を超える絶食が可能とされている。卵の世話をするアフリカニシキヘビのメスアフリカニシキヘビは卵性であり、大型のメスは白アリの塚や他の動物の掘った穴に卵を16から100個産みつけ、その周りを自らの手で取り巻き、たまに日光浴のためにその場を離れたりもしつつ、およそ90日かけて、 卵を孵化させる。この時期にメスに近づいた場合メスは威嚇を行うが、その警告の方法は、尾の先端を持ち上げて巻き、長く、シューという音を出すというものである。刺激されない限り巨大なニシキヘ蛇であっても人を襲うことは極めて稀であり、アフリカではむしろ恐怖を抱いた、あるいは川などを目当てとした人の手によって殺されている。 1980年7月以前の時点でも、新聞などにより、数々の例が報告されていたものの、この中で実際に、アフリカニシキヘ蛇による仕業と立証されたものはほぼ、皆無である。以下は、検視の記録が残されている、死亡事故の事例である。また、以下の例は、アフリカニシキヘ蛇によるものとする言及が見られるものの、立証が十分になされていない、死亡事故である。 2000年6月にはケニアで36歳の男性が飲み込まれる事故も起こっている。アフリカに四季蛇には対面した際や飼育の際に危険で気難しいという悪評があるが、これは人を捕食対象と見て襲う性癖があるというわけではないと思われ、むしろ人が自身を捕食しうる存在と認識して防御姿勢を取ったものである。しかし、日本では動物愛護法によって、 特定動物に指定されているため、飼育には、地方自治体の許可が必要となる。主に、ケニア西部のビクトリア湖畔地域に暮らす、ルオ人にとって、基本的にヘビは邪悪と考えられ、妖術者が他者を害するために利用する生き物である。一方で、ニシキヘビ、特に、アフリカニシキヘビは遊び歌にも現れたり、信仰の対象となったりもするなど馴染み深い存在である。 アフリカニシキヘビは、ルオ語で、ナンイーロというが、ナン、イーロジェイドホガー、こんがらがる、ヤツニシキヘビというフレーズを含む歌は、応援、ミルカなどいくつかの文献に記録が見られ、子供たちはこの歌を歌いながら一列になって、ニシキヘビの動きを真似て遊ぶ。ルオ人はまた、数十年後期に現れる温厚な性格の、アフリカニシキヘビを、オミエリあるいは、オムエリと呼んで、 人間の女の生まれ変わりであり、また雨と関連づけて、法上をもたらす存在として進行しており、特に2003年に現れたものについてはその扱いを、めぐって議論が巻き起こり、ケニア国内大手の新聞デイリーネーション誌を経て、BBC でも関連報道が取り上げられたりと、社会現象としての盛り上がりが見られた。A.B. スポールズ、a b e b o n s スポールズへ通る A.B.C.D., パイソンセバエ。ザ・レプタイルデータベース。2018年4月3日。閲覧。スポールズへ通る外部リンクのタクソンリストを参照。外部リンクの各付属書の性質の違いについてを参照。ABCDEFGHIJKLMNOC。パイソンナタレンシス。ザ・レプタイルデータベース。2018年4月3日。閲覧。 リードラダ、ドーカスウィルソン、ABC コキロージョンズ、バレット、ブラッドショー、デコック・バニング、ポルマンダラメヤー、マーフィーヘンダーソン、ABC ブランチハック、セントレイリア・ファミリー・エス・パイソン・サファケイツ・サン・イヤー、オールド・ボーイ。シカゴ・トリビューン、2018年3月31日、閲覧。パイソン・キリング・オブ・ニュー・ブランズ・ウィック・ボーイズ・バファルズ、エキスパーツ。 The Huffington Post 2018年3月26日閲覧。Deports into Boys Python des Still Underlaps CBC News 2018年3月31日閲覧。Manchurched in Python as Fikishation des Of Boys トロントスター2018年3月31日閲覧。A.B. Snake Owner ダニエル・ブランドン・キルド・バイヒズ・ペット・パイソン。BBC ニュース、2018年3月31日、閲覧。AB、スネーク・エクスパート・ダウス・ペット・パイソン・キルド、ダニエル・ブランドン。BBC ニュース、2018年3月31日、閲覧。カレス、ピットマン、ドーカス・ウィルソン・ハット、環境省特定動物リスト、動物の愛護と、適切な管理。 2018年3月31日閲覧。スミス、ミア、スミス、英語、フランス語、英語、ドイツ語。ありがとうございます。